お世話になっておりますマサルです。今回は POE パワーオブイーサーネットについて一緒に勉強していきましょう。それでは始めていきます。パワーオブイーサーネット POE はイーサーネットケーブルで電力を供給することのできる技術のことです。会社の IP 電話や無線 LAN を利用するためのアクセスポイント、このような機器によくこの技術が利用されます。まず POE 周りのキーワードを整理しておきましょう。まず PSE、 PSE というのはパワーソーシングエクイプメント、給電機器のことですね。通常はスイッチがこの役割をします。 PSE が電力をデバイスに供給します。 PSE から電力を受け取ることができるデバイスのことを PD と言います。パワードデバイスの略です。 POE を使うと何がいいのか。 POE のメリットは配線が楽になることと見た目が綺麗になることです。 POE の機能を使えば電源供給と通信を1本のケーブルですることができます。配線が難しい天井に設置するアクセスポイントへの給電や大量に設置する必要がある IP 電話機への給電は POE を使って給電することで配線が楽になったり見た目がすっきりします。なお POE を行うためには機器が対応していればケーブル自体は特殊なケーブルを用意する必要はありません。カテゴリー5以上のイーサネットケーブルを使えば POE を使うことができます。次に POE の規格を見ていきます。まずは IEEE802.3AF です。この規格は初期の POE の規格です。最大供給電力は 15W、 名称は POE と呼ばれていたり、次に説明する規格と区別するために POE タイプ1と呼ばれることがあります。 POE タイプ1よりも高い電力が必要な場合は POE プラスを利用します。 POE プラスは通称 POE タイプ2とも呼ばれます。POE タイプ2の場合は最大 30W まで供給することができます。規格の名前も AF から AT に変わります。さらに最近ではディスプレイなどの消費電力の高い PD も存在しています。高い電力へのニーズを満たすために2018年に AT を拡張した新しい規格 IEEE802.3BT が生まれています。名称は POE++ と呼ばれたりします。シスコ独自の呼び方として UPOE と呼ぶこともあります。この規格の最大供給電力は 60W です。さらにこの規格よりも供給電力が必要な場合は UPOE プラスというものもあります。 UPOE プラスの場合は最大供給電力が 90W です。ちなみに UPOE の U という文字はユニバーサルの意味、万能という意味が込められているらしいですね。では次に POE を利用する流れを見ていきます。まず PSE と PD を接続すると電力を供給する前にネゴシエーションが行われます。必要な電力量がどれくらいなのかといったメッセージを送って自動で電力が必要なのかどうかを識別します。このように電力が必要なのか自動で識別する仕組みがあるため、電力を送るべき端末以外を接続した場合に不必要に電力を供給するようなことはありません。このような仕組みで PD は接続するだけで POE を利用できるようになります。このように接続するだけで利用できるようになる仕組みのことを何と言ったか皆さん覚えてますか？このような仕組みのことをプラグ&プレイと言いますね。プラグ&プレイもしっかり覚えておきましょう。ちなみに PD が必要とする消費電力が PSE の供給可能な電力を超えてしまうとPSE 自体の電力が少なくなって動けなくなってしまうので、 PSE では電力の識値を超えるとポートを自動的にシャットダウンさせてエラーディセーブルというステータスに変えます。エラーディセーブルのステータスになるとそのポートは使えなくなってしまいます。それでは今回もパケットトレーサーを使って POE を実際に使ってみましょう。今回も手順に沿ってやっていきます。今回は手順が書いているだけなので一緒にやってみてください。まずはIP 電話を配置します。 IP 電話はデバイシーズから IP 本を選択してドラッグ&ドロップしてあげてください。 IP 電話を配置しただけでは電源が入っていないので今は使うことができません。例えば GUI を選択するとこのようにパワーオンにしてくださいといったメッセージが表示されます。では試しに POE ではなくパワーアダプターを接続して電源供給してみたいと思います。
フィジカルのタブから IP フォンパワーアダプターを選択してこのように接続してあげてください。するとパワーアダプターによって電源供給されるので GUI を選択したときにエラーメッセージがなくなり利用できるようになっています。では次に POE の機能を見ていきたいので一度パワーアダプターの接続を外します。フィジカルのタブからアダプターを選択して LAN 内にドラッグ&ドロップしてあげてください。するとアダプターが取れた状態になります。では次に POE 対応のスイッチを置きます。3560-24PS は POE 対応のスイッチなのでこちらを配置します。スイッチから 3560-24PS です。こちらを置きます。ではこのスイッチと IP 電話をストレートケーブルで接続します。ストレートケーブルはこちらのケーブルですね。 IP 電話のスイッチというところとマルチレイヤースイッチの今回はファーストイーサネット0スラ1に接続してみたいと思います。では電源供給されたのか GUI の画面を見てみます。 IP フォン選択して GUI のタブを選択するとエラーメッセージが出ていませんね。今はアダプター取った状態なのでこのストレートケーブルから電源供給ができているということです。最近はオフィスの IP フォンもこのように給電していることが多いですよね。よく見ると電源コードが刺さってないということもあります。そのような電話はこのような POE の仕組みを使って給電しているということです。それでは最後に今回の学習内容をまとめていきましょう。今回は POE パワーオブイーサネットについて一緒に勉強しました。まずはキーワードの整理からしましたね。 POE の電源を供給する方の機器のことを PSE パワーソーシングエクイプメントと言います。そして電源を供給される方が PD ですね。メリットは配線が楽なことと見た目が綺麗になることです。1本のケーブルでデータ通信と電源供給をすることができます。このケーブルは POE 対応のケーブル、そのような特殊なケーブルを用意する必要はなく、カテゴリー5以上のケーブルであれば POE の機能を使うことができます。あとは規格についてもお話ししました。初期の規格は IEEE802.3AF ですね。最初は 15W だったんですが、高い電力へのニーズを満たすためにいろいろな規格ができてきています。2018年にできた新しい規格が POE++ というものがあって、最大供給電力は 60W です。シスコ独自の呼び方としては UPOE といった言い方をします。あとは POE が利用される流れについてもお話ししました。接続した時にはコネクションを貼って、まずは電源供給が必要かどうかを確認してから電源供給を行うので、電源供給が必要ない端末に対しては電源供給を行わないといった流れですね。このような仕組みがあるので、繋いだだけでも利用できますよと説明しました。繋いだだけで利用できる仕組みのことをプラグ&プレイと言います。また PD が消費する電力が大きくなりすぎてしまうと PSE の動作に不具合が起きてしまうので、該当のポートを特定のステータスにして利用不可能な状態にしますという説明もしました。この時のポートの状態はエラーディセーブルになります。エラーディセーブルといったステータスになるので、このようなステータスもよく覚えておきましょう。はい、それでは今回は POE について一緒に勉強しました。今回の動画いかがだったでしょうか。もし今回の動画がお役に立てば、高評価、チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。